どうも、シェルメン主義のりょうです。ジャコです。よろしくお願いしま す。チャンネル登録者数300人来ました。ありがとうございます。田中くんの言うことで田中くんも質問コーナーを取りますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、プレミアリーグ残すところあと9節ですよ。そうだね、本当に早いな、あっという間。早かった。いや、今シーズンはね、僕も田中くんもね、多分今までで一番楽しんでるシーズンですよね。そうだね、やっぱ一緒に試合見たりとかする機会も多かったりしてね、そうそうそう、共感できる部分があってちょっと楽しいよね、うん、やっぱね、まあ、ライブ配信もそうだしね。うん、まあ、今シーズンはチェルシー大型補強に始まり、そして上位争いがめちゃくちゃ激しくてかなり楽しいシーズンになってるんですけども、はい、まあ、そんなプレミアリーグ2021シーズンもあと9試合で終わるということで、今週は最後の最後までプレミアリーグを楽しむためのコンテンツを上げていきましょうということで、今日は第2弾ですね、はい、プレミアリーグ最終盤注目選手まとめ。はい、残り9節で相手チームにとってかなり脅威となるであろう注目選手を7人まとめてきましたので、本日は紹介していきたいと思います。はい、田中君、ちなみに予想つきますか？そうね、やっぱベイルかな。あー、ベイルいいね。ベイル最近マジ調子上げてきてるから。お、入ってる、うん、おー、そう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 。まあ、そういうことですね。割と前半戦活躍しなかったり、あと冬の移籍で加入してきて今活躍してる選手ってのをピックアップしてきましたので、こちらの方紹介していきたいと思います。はい、ということで、まず一人目はリーズのタイラー・ロバーツです。はい、まあ、僕の最近のお気に入りの選手ですね。うん、そうだね、結構言ってるんですけども、うん、まあ、ロバーツはウェールズ代表の22歳なんですよ。めっちゃ若くて、2018年からリーズに在籍しているんですけども、今シーズンの序盤はほとんど見なかったですよね。そうだね。で、後半戦になってから出場するようになって、今はね、あのロドリゴを抑えてスタメンで出てるんですけども、リーズの得点源といえばバンフォードじゃないですか。そうね、うん、ハフィーニャとかハリソンとか2列目にいい選手もいるんですけども、結局フィニッシュするのはバンフォードってイメージが強いと思うんですけども、ロバーツはトップ下で起用されることが多いんですけど、試合を見てると攻撃時はほぼ2トップみたいな形を取ってるんですよね。で、攻撃になった時の切り替え早い選手で、一気に裏を狙って走れるので、まあ、そこにスペースができますし、フィニッシャーにもなってくれるんで、バンフォードの、ね、負担も減ってるんですよ。うん、そして守備でもかなりハードワークできて、プレスのかけ方うまいですし、運動量あってめちゃめちゃ走ってくれるので、チェルシーがね、リーズ戦苦しんだのもロバーツの影響大きかったと思います。うん、そうね、まあ、かなりいい選手ですので、残りの試合でぜひ注目してみてほしいです。はい、続いて2人目はレスターのイヘア・ナチョです。ああ、そうだね。でもこれはね、皆さんね、わかると思うよ。うん、今季好調のレスターなんですけども、後輩になって怪我人が続出したんですよ。うん、バーディに次ぐ得点源のバーンズとマディソンまで怪我してしまったんですよね。今季のバーンズとマディソンかなり調子良かったんで、このままレスターね、順位落とすんじゃないかなって思ってたんですよ。そしたらここ数試合で完全にストライカーとして覚醒したのがイヘア・ナチョですよ。いや、ほんとすごいよね。いや、ビビったビビった。彼もね、前半戦ほとんど出てませんでしたから、試合に。うん、なんとね、直近4試合で公式戦7ゴール。バケモン、やばいな。やばいな。どうした？すごいな。急に覚醒しすぎだろ。プレミアリーグ28節のシェフィールド戦ではハットトリックし、そしてこの間の FA カップベスト8では、ユナイテッド相手に2ゴール1アシストですよ。いやー、これはね、なんでこんな急に覚醒したんかなーっていう。そうねー、なんでだろう。しかもまだ24歳なんですよね。もしかしたら、これからプレミアリーグを代表するストライカーになるかもしれないですよ。うん、いや、可能性全然あるよね、だけど。あるよ。うん。まあ、こういうことがあるからね、エイブラハムもね、ちょっと捨てがたいんですよ。期待したいですよね、エイブラハムにも。そうねー。はい。続いて3人目は、スパーズのベイルです。おー、これはね、田中くんがさっき言ったように。うん、今季、レアルからレンタルできて、まあ、かなり期待されてましたよね、最初は。うん。ただやはり年齢やコンディションに不安があって、なかなかね、スタメンで使われませんでしたので、昔トッテナムで超活躍してた時みたいなベイルはもう見れないのかと思ってたんですけども、まあ、26節のバーンリー戦でスタメン起用されると2ゴール1アシスト、そして続く27節のパレス戦でも2ゴールと、
一気にね全盛期を彷彿させるようなプレーでもうベイル完全復活きたーってファンが湧いてましたよね、うん、そうねもうほんと全盛期のあのなんていうのかなミドルっていうかちょっと巻いたようなさシュートベイルの、うん、力強さとかそうテクニックとかねう、うん、やっぱあれよねベイルはいやあれよ、うん、ベイルあれよでスパーズはここに来てソンがねハムストリングを損傷して得点源がねいなくなってきつくなるかなって思うんですけどもベイルがさらにコンディションを上げていって CL 圏まで届くところにはいますので今後のベイルのね活躍かなり期待かかってますねそうね、はいうん、続いて4人目はウエストハムのリンガードです、はい、いやー彼もね絶好調ですよそうねリンガード、うん、今季の冬にユナイテッドからローンでウエストハムに加入したリンガードですけども加入して初戦でまさかの2ゴールマジで笑ったあれ、ね、マジでビビったわでその後も出る試合出る試合で活躍してねなんと7試合で5ゴール2アシストやばくない、うん、これもケイン並みの得点スペースよ、うんいやチーム変わるだけでそんだけ変わるって感じよね本当にいや本当によ、うん、めちゃくちゃ生き生きしてますからね、うん、なんでユナイテッドで点取れるのにハマーズで点取れるねって確かに難しいだろ、ね、そっちの方が、うん、しかもゴール決めた相手がビラに2ゴール、うん、でスパーズ戦1ゴールシティ戦で1アシストアーセナル戦で1ゴール1アシストですから本物やんいやすごいな下位チーム相手に点取ってるわけじゃないからね、うんまあ、ハマーズのサッカーに見事にマッチしてるんでさらにねハマーズが面白くなりましたよねこれでそうねこのまま CL 圏取って完全移籍とかしましたら来シーズン以降もかなり楽しみですので今後もリンガードの活躍めちゃくちゃ注目していきたいと思いますはい、はい、でここでちょっと田中くん抜けますはいすいませんここからあと3人なんですけど僕が1人で話していきたいと思いますはいバイバイはい続いて5人目はアーセナルのウーデゴールです来ましたね今季の冬にレアルマドリードからローンでアーセナルに加入したウーデゴールなんですけども加入当初は今はもうアーセナルの中心的選手であるスミスローのターンオーバー要因的な感じで使われたんですよね最初はただ出場機会を得るとさすがのテクニックと創造性でアーセナルの攻撃が活性化したんですよねすごくスミスローはフザボールや運動量で違いを作る選手ですけどもウーデゴールはねやっぱりボールを持った時にねすごい輝く選手ですね彼が10番の位置でゲームメイクすることで昔のアーセナルを思い出させるような華麗な攻撃がねまた見れるようになりましたからあのね左足のボールの持ち方はもうエジルを彷彿とさせるんですけどもウーデゴールがボールを持ったらかなり雰囲気ありますから相手選手はね注意しないといけないわけですよそこで坂谷オバメがボール絡んだりして裏に抜けたりするのでウーデゴールが入ってからのアーセナルの攻撃はねすごい怖さが出てきて良くなってきましたね現在9位ですけども彼の活躍次第では ELK まで届くかもしれないということでウーデゴールの活躍に注目しましょう続いて6人目はユナイテッドのダリエル・ジェームズです最近の僕のお気に入りの選手ですねジェームズめちゃめちゃいいですよね最近元から運動量あってハードワークできるすごいいい選手なんですけども今シーズンは途中出場が多くてなかなかスタメン定着ができていなかったんですけどもしっかりゴールを決めるなど結果残してましたのでここに来てねスタメン増えてきましたね個人的にはマルシャル・グリーンウッドよりも今はジェームズの方がいいと思ってまして前線からガンガンプレスかけれる選手なのでユナイテッドの、ね、スタイルに合ってると思うんですよカウンターと前線からプレスではめてショートカウンターっていうところでもちろんめちゃくちゃ足が速くてカウンターでめちゃくちゃ走れるんで前にこれも脅威なんですよねかなりそしてねなんといってもねあのパッションがね最高っすよねあの闘志あふれる感じがめちゃくちゃ良くてもうこれはね好きになってしまいましたね僕も好きな選手の一人ですね彼も若い選手ですのでユナイテッドの前線若手のねスピードある面白い選手たちが集まってるのでジェームズがここでスタメン取ってくれたらまた熱い展開なので楽しみですねこれからはいそして最後に紹介するのはチェルシーのプリッシですまたプリッシかよと今シーズン全然ダメだろって思ってるじゃないですか皆さんいやいや残りの試合プリッシュ期待していいですよそもそも去年のプリッシュ知らない人はプリッシュの何がいいのって思うかもしれないんですけど、まあ、彼はねアザール並みいやアザールを超えるとまで言われていた男ですからそのくらいねドリブルめちゃくちゃうまいんですよ本当はうまいですよ去年は王者リバプール相手に4人抜きぐらいしてアシストをしたりシティ相手にね独走ドリブルからのゴールを決めたりなどめちゃくちゃねすごい活躍してたんですよ今シーズンは背番号10番を受け継いでクラブからかなり期待されてるのがすごい現れてたんですけどもまあね怪我が多かったんですよ
一回の試合中にすごい痛がりながら怪我したやつから復帰しては怪我し復帰しては怪我しっていうのが今シーズン続いてましたから、ただやっとね復帰してここ数試合ではしっかり調子を上げてきてるんですよね。 FA カップのベスト8ではバイテルエリアで2人相手にエラシコからのダブルタッチで2人の間抜いていったの、あれねやばかったな、めちゃくちゃ痺れた。まあプリシッチがね全開になりましたらあんなのザラに見れますよ皆さん、マジで期待してください。これからの終盤戦ね、チェルシーで輝くのはハワーズでもなくマウントでもなくプリシッチですよ。もう絶対ぜひご注目ください。はい、今日の動画は以上です。最後まで見てくださった方々ありがとうございます。今日の動画が面白かったよって方はグッドボタンお願いします。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。プリッシュの活躍に期待する方はグッドボタン押していってください。皆さんの最終盤の注目選手もコメントでぜひぜひ残していってください。お願いします。明日は得点王アシスト王の予想をやっていきますのでぜひ楽しみにしていってください。それではバイバイ。プリッシュのアメリカ代表のユニフォームめちゃくちゃかっこいい。